アイスキューブが、はい、あの映画の中で、はいはい、俺たちはストリートの知識をあの政治に届ける、うん、で、政治家の動きをストリートに届ける、うんうんうん、あのもうかなり僕はもう相当基本に戻ったというか、はいはい、それこそあの菅さんの言うその黒いパンクっていうのがその言葉に集約されてるかなっていうところがあって、アイスキューブはあれですね、スヌープみたいにこう、うん、ファラカンに合わなくてもそこにちゃんとたどり着いたっていうのが大人ですね。まあリッチになったら何度かいろいろ言ってましたもんね。あの人真面目だもん絶対、すっごく、うん、結構がめついから、アイスキューブは。がめついの？あ、最初に NWA 抜けてるじゃないですか。ああ、そうそうそう。お金のことでもめて、うん。あ、お金で揉めたのあれ。で、アイスキューブは EG と。EG に比べて、支払いが少ないって言って文句言いに行ったら。EG がす、俺、あの辞めた直後頃って、合ってんだ。はいはい。どっちも。でも EG は、確かに、普通じゃないわ。やっぱりあれは。俺もね、93年ぐらいに、うん、あのサンフランシスコのなんかあのニューミュージックセミナーみたいなコンベンションがあって、うんうんうん、EG にあったんですよ、うん、で他にもいろんなラッパーがいて、うん、とりあえず、まあ、日本でヒップホップ盛り上がってるから、うん、日本来てよみたいな話するとみんな、ああいいねいいねって言ったんだけど、うん、EG だけはお前らがみんなこっち来いって言って、うん、LA に全員連れてこいみたいなこと言って、うん、もう完全に来る気ないって俺も大平だったもん。スタジオでドクタードレが古文のようだったよ、手下。はいはい、ディレクタードレはもう何でもいいこと聞きますみたいな状況で言って、ドレはね保釈金出してもらってるんですよ。どれだけこう どんだけ高いとこ座ってんだみたいな感じで、背低いのに、あ、イージーで、いや、イージー、ドレだよ、ドレだよ、イージーで、イージードレだよ、みんな下で、あ、すっごいもうガンガン威張ってて、あ、そうか、あ、そうかみたいな。でキューブはそのみんなに、一緒にちょっともうイージーに逆らってで出ようぜこのグループからって言ったけど、はい、その時は誰も乗ってこなくて、それ分かる、だってもう全員でもうはーって言うこと聞きますみたいな感じしか見えなかったもん、どれとかも、まあ、腹の中じゃでも別のこと考えたかもしれないですね。まあ、だからどれもその後、はい、結局 NWA のアルバム2枚ぐらい出して、はい、あれちょっと俺もらってる額少ねえなーってそういうことなの、うん、違わねって感じですね。その時にシュグナイトが、はい、俺とやったらもっと稼げるぜって言って、どれは結構ね騙され続けてんですよね。まあ多分そうだと思うわ、うん、3回ぐらい騙されて、でやっとアフターマスで独り立ち、うん、ちなみにあれ今回の映画に出てるあれはどれのご自宅ですかね。あれそうなんじゃないですか、相当なすごいですよね、豪邸でいらっしゃいますよね。もう体もなんかねちょっとサイボーグみたいになってきたしね、筋トレしすぎで。でも向こうのラッパーはまあ経営もなんかもっとよく知ってるんだけど、本当にこの儲かってる人と金ある人とあの違いはすごいな、本当に家の出方とか。でも今もう儲かってんのってコアートブラップに出たけど、うん、スヌープとあと JG ぐらいじゃないですか、うん、あ、そうなの、うん、もうもはや、うん、もはや、うん、エミネムはどう。あ、まあ、あの辺はね、あれはまあ別格ですよね、うん、ヨーロッパの小さい国とかでも受けるからね、エミネムは。ルクセンブルグとかでもね、ちゃんと売れるから。あの今回すごいんですよ。それ映画の監修はほぼ KW さんなんですよね、そのアートブラップは。これ大変だったのそうだからね、このロード・トゥ・ライオンの字幕がひどくてね、びっくりしちゃった。え、これもやったの。いや、やってないんですよ。だから、やってないから見てみたら、結構。ちょっとね役はねおよよって感じ、なんかねっていうとこありましたね。いや正直アートブラップはかなり入りやすかったですよ、ね、俺にやらせろって言ったのに、そうそうそう、なんかもう勝手にどんどん進めてスヌープドッグの方全部こう決まってっちゃったっていう話なんで、けしからんって言ったんだけど、あの今作本当僕が嬉しかったのは僕らに届く言葉、はいはい、分かりやすかったやっぱりですね、ないとさ分かんない、僕も全部はほら最初ちょっと俺字幕なしで見てたんだけど、はいはい、全部がパーって入ってこないから KW の日本語のあれついたことによって、はいはい、すっごい分かりやすくなって超面白かった。だから、うん、つってもその役はちゃんとプロの人が基本的にやって、あ、そうなの、でそれをタイミングとか、うん、あ、そうかそうか、そのスラングの結構細かいニュアンスとかを割と指摘したっていうぐらいな、重要じゃないですか。でもそれ、うん、僕ら見ててやっぱりその DVD のなんか説明っぽいような役よりもめちゃくちゃ今回入りやすくて、表情、うん、みんなに言ってくださいよ。ポイントだ、そうそう、だからポイントちゃんとポイントだけポンポンポンって入ってんじゃん。だから他は分かって、あ、
わかるわかる、わかりやすいわかりやすい、うん、であとは耳に聞こえてくるのとその字だけでちょうどいいわけ、はいはい、補うところが、 あとまあ間違いやすいミスみたいなのが、うん、なんとなくこういろんな映画見ててわかってるから、あ、そうかそうか、それをこうこうだなこうだなってこう、うん、その辺はちょっと素人語り合うと面白いかもしれないね映画の話はかなわないですよ。いやいや、っていうかそのだって素人もこういうことはやらないでしょ。シロもね、まあ、そうですね、うん、そのタイミングっていう日本語字幕について、はいはいはい、いやでもストリートカルチャーをモチーフにした映画そこ絶対重要だと思うんですよ。だよね、そうそう、昔スパイクリーの映画とかで、うん、なんかとんでもない役の間違いとかを いくつか見てたことがあって、タハザンレザーとかもひどかったじゃん。ランの家、ランの家とか言ってたじゃん。ランザ、ランサウス。ランの家だ、ランの家だって書いてあったもんね。そうそう。ひどいね。そうそうそう。このあの、ロードトゥーライオンも、あの、スヌープのバウアウアユピオユピエンとかね。ワンワンヨヨヨとかなってたからね。書いてあった。まあ、そうはそうだけど、みたいな。ちょっとね、っていうね。まあ、そうはそうなんだけどね。直訳すれば。うん、ちょいちょいなんか NWA の曲歌ったりとかもしてましたね。なんかあの、劇中で。はいはい、僕びっくりしましたけど、ね、お、歌ってるとかって。気づいたんですけど、そこは全然訳されてなかって、ああここ外すんだって。スヌープの方はどっちかっていうとそのもう全体のストーリーをこう追ってる感じだけど、はい、アート・オブ・ラッパーはなんかもう一人一人 その証言みたいなもんだから、はいはい、割とそのやっぱアプローチもちょっと違うんだと思います、はい、この役の、はい、うん、まあ、古いファンからするとそのケアレス・ワンとマーリー・マールがはいはい、一緒の映画に出てるっていう時点でもう僕びっくりだったんですけどまあでも同じところには出て映ってないよねまあそうですね、離れてましたし、でもね、5,6 年前に、まあ、そりゃそうだよね、5,6 年前に2人でアルバム出してるんですよ。あ、出してます、マリマールとケアレスのプロデュース出してるよね。そうだ、うん、そうだそうだ。じゃあのブリッジ構想はもうもうとっくに手打ちで、うん、あ、なるほど、あ、じゃあよかったですねそんな話ももう知ってる人ほとんどいないと思うけどすごい、もう80年代のヒップホップファンなのがもうバレバレです、ね、すいません古くて。だから今作かなり嬉しかったで でもそうだよね、はい、80年代のさヒップホップ好きな人も見れるっていうところやるんだけどさ、いや結構、うん、そういう人が見れるからつぼっちゃいますよ。いやだってビッグダディケンの今の生の声とかが聞けるなんて、はいはい、この間来たでしょ日本に。そう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 、クールモーディーも出てるし最近あの辺のオールドスクールも一回りしてそのオールドスクールツアーみたいなやってね、ロック・ザ・ベルズとか、あとこの間すごかったのね、キング・オブ・マイクスってやつで LL とパブリック・エナミーとアイスキューブとデラ・ソウル。デラ・ソウルか、そうそうだ、あ、それ見たわ。あ、X クラブも入ってた、 X クラブから。 X クラブも今回やってんの？確か入ってたかったな。だってもうプロフェッサー X ほとんどいないよね、過去の人ですよ。すげえな。あ、あれかモニーラブかなんかも入ってやってたな、パブリックなんかね、いろいろツアー回ってて、うん、それぞれの場所、場所のなんかそのオールドスクール、オールドスクール、うん、完全になんかバックトゥーベーシックな流れっていうのはもう、うん、どこも一緒なんですよ、ね、ショーの盛り上げ方は、うん、あの時代の人はすごいし、ね、やっとやっぱその知ってる人にとってはもう売れてる曲いっぱいあるから、うんうん、そうだね、もう盛り上がりっぷりは半端じゃなさそうですけどね、うんうん、そこの重要性を語ってる人も結構多かったですよね。やっぱりショーケースでの盛り上げるのがやっぱり MC には重要なんだっていう、うんうん、やっぱランディ MC 出てきてからじゃないの。あ、ランランランっていう、あそこね、あ、これでもやってたよね。あそこはね、うん、やっぱ泣いちゃいますね。泣きましたね、うん、今日だって僕もこれですもん最初 DMC が出てきてね、 あれは最初クラッシュグループの映画かなんかで見たのかな俺も、確かあのコンセプト、はいはいはい、あのデータシーンところさ、あれでもやってなかったですか、クラッシュグループじゃねえか、ソウルと、いやクラッシュグループでもやったけど、クラッシュグループはなんかこうちょっとコンパクトにまとめた感じで、うん、あれでしょ、うん、あのジャーマスタージェイの背中から映してるような、そう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 、うっすらとしか覚えてないけど、うん、カーティス・ブローがこう女連れて踊った後にシーラ・イーが出てきて、あったあったでラッセル・シモンズとランがちょっとこう取っ組み合いをした後に、ラッセルってラッセル役の人でしょ。そう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 、ラッセル本物のラッセル、L.A. ローン出てる、あのなんて言ってたっけな、俳優の、あれ L.A. ローン出てるんだあいつ、はいはい、結構有名な俳優で今でもいろいろ出てますよね。まあ、じゃあちょっとここでまた一曲、はい、フーズハウスですか、あ違うかすいません、ちょっとあの僕のこの静岡のお友達のラッパーなんですけど、はい、